一番に入れるスイッチなんでしょう。来る日も来る日も、毎日放送一一七九。ありがとう。花村潤です。おはようございます。鳥居睦子です。花の放送局 M. B. S. から A. M. 一一七九。F. M. 九丸六で。夢いっぱいの番組をお届けします。ありがとう。 いやテーマソングが始まってるのにはいなかなか私の声が出なかったのには原因がありますなんでしょう今朝の芸能ニュースを見て驚きのあまり私が、えー、<laughs> いや大丈夫ですよ皆さんそんなことはないんですよ,ようやく勇気を振るって這い上がって <laughs> そうしてマイクの前に座るまで1分半かかりました、ね、長いことかかりましたね何がショッキングな 芸能情報とジャニーズ事務所というたくさんたくさんのアイドルタレントを抱えたプロダクションがありますね有名です、うん、そのジャニーズ事務所を作り上げましたジャニー喜多川さんもう亡くなりましたけど、えー、この人が男の子を可愛がる趣味がありましてねで盛んにいろんな男の子に手を出したそれは以前から有名なんですねで元々 『ジャニーズ』というね少年ばっかり4人のアイドルグループを作ったのが出発やったんですでジャニー喜多川さんはね初めの頃、まあ、私なんかがよくラジオ番組で司会をしておりました『はい、アイドルを探せ』とかねそういう番組公開録音なんですねだからジャニーズを連れてよく来ました<ー>もともとねジャニーさんが中心となって野球を楽しむチームやったんですところが『ウエスト・サイド・ストーリー』という映画を見た4人の少年がね あんなことやりたい<ー>今野球やってるけどもジャニーズというチームやってるけども本当は野球やりたい野球やない歌歌いたい踊り踊りたいと言い出したんで、はい、そのまんまジャニーズという名前のアイドルグループ作ったんですね。うん、これれが当たりましてねもうそれからいや そのほかに、スリーファンキーズとかね、男の子のアイドルグループもあったんですが、とにかくジャニーさんは商売うまかった、当たった当たった当たった、えー、たくさんたくさんたくさんアイドルグループ作られまして、もう仕事仕事仕事、念もないくらい、いくつかのアイドルグループ、仕事で頑張りました、だからジャニーズ事務所はどんどん大きくなりましたその頃からジャニーさんは、ちょっと男の子を可愛がりすぎるという傾向があるらしい、そういう噂は立っておりました。 で現に来た浩二さんというアイドルグループの一人は本にまでそれ書いたことあるんですが、えー、マスコミは絶対取り上げないなんで取り上げないかテレビも取り上げない雑誌も取り上げない、はい、新聞も取り上げないなんでかいうとそんなことをしたら、ね、ジャニーズ事務所に関する取材写真インタビューあるいはテレビの出演一切お断りになるんです。だかかららそれが怖いから 誰もジャニーズ事務所のいわ,いわゆるですよ、いわゆるスキャンダルについては触れないんです。どのテレビ局も、どの雑誌も新聞も触れない。で、噂だけ一人歩きし人りました。しかしついに、それから何年だったやろね、ジャニー喜多川さんも亡くなりました。亡くなってからね、本格的に告白というんですか、僕はジャニーさんによって、前後15回かわいがられました。可愛がられたというのは ままああある意味がありますよねそれをね告白した少年がいたんですそれ『週刊文春』が何回も取り上げましたでも他の雑誌ましてテレビ番組なんか絶対取り上げないでもついにね外国が取り上げたんですイギリスの BBC 放送がねドキュメンタリー番組にしたんです<ー>ドキュメンタリーって記録という意味ですねドラマじゃないんです記録番組にしたんですそれからね まあ、ロンドンの BBC 放送が今年の3月ドキュメンタリー番組にしましてね日本のプロダクションで男の子ばっかり抱えている女の子いないんですね、はい、ジャニーズ事務所男の子ばっかりのタレントを抱えるプロダクションでこういう被害があった被害に遭った一人が告白をしたで何回も「週刊文春」に載りましただからだからこそ問題になったまして。 ロンドンの BBC 放送が取り上げたんですから日本の国内において隠すことできないですよねでついにねついに今朝まあデイリースポーツをはじめ今朝は一般紙がないのでスポーツ紙の芸能欄が書いておりますが今デイリースポーツから読んでおりますがジャニーズ事務所の今の社長はあの事務所を作ったジャニー喜多川さんのお姉さんメリー喜多川さんの娘さんであの 藤島恵子ジュリーこの人が社長になっておりますでこの藤島ジュリー恵子というんですねこの人が今56歳ですがもともと大学を卒業してテレビ局に勤務をして後 まあジャニーズ事務所の重役としてこの事務所に入った重役って当たり前ですそれは自分にとっておじさんですね母親の弟さんジャニー喜多川さんが作った事務所親族経営ですよそこへ重役として入りまして今社長になっておりますで彼女が正面来て初めてこの問題に触れて記者会見をして謝りましたね謝罪しましたそれをデイリースポーツから拾い読みですよ拾い読みをしてみましたらね 私が重役として初めにジャニーズ事務所に入った頃こんな問題があるって全然知らなかった、はい、なぜかというとまずジャニーズ事務所のタレントに対する教育ですね育て方レッスン 全部これはおじさんのジャニー川さんがやっておりましたでこの事務所の運営ですね商売ですね経営これは私のお母さんメリー北川がやっておりましたでこの2人ががっちり手を組んでね車の車輪でいうと右と左の両輪みたいに2人がっちりと手を組んでジャニーズ事務所を運営していった。でもうこの2人に 意見を言う感想を言うそういうことは絶対できなかったこの2人の間に水ももらさぬ協力体制ができていてね他の人間はくちばしを挟むことは絶対できなかったもう全てはこの2人がやっていただから私も重役としてジャニーズ事務所に入った時こんなことがこんな問題があるって待って 知らないんだって語っってておりりまますすがが、はい、ここにちょっと疑問がありますね、うん、やっぱり噂はあったから私でさえそんな噂聞いてるくらいやからね同じ事務所にいる人って当然噂くらいは薄々くらいは聞いていた感じていたと思うんですでももうあの2人兄弟2人がっちり手を組んで運営していくジャニーズ事務所については他の人間が重役といえども口挟むことは全くできなかった。ししかし今になってようやくね まあ、カウアン・オカモトという26歳の男性元ジャニーズジュニアのメンバーです彼がねついに世間に向かって公表したんですねこんなことがありましたまあ外国では有名なのはあの女優さんになりたいまたは女優さんになってもいい役つけてほしいとそういう希望を持っている若い女の子が映画会社のプロデューサーあるいは監督に 口説、まあ、かれて言うことを聞くということはこんなの当たり前ですしばしばありますで私はねカンヌカンヌという街へフランスですよカンヌというね海がものすごく美しい街へ行った時ねこのカンヌで映画祭有名なカンヌ国際映画祭が開かれますね、はい、年に一遍日本の映画も度々成績をとっておりますでそこへ行きましたらねまず感心したのはこんなん感心してるの陽気やけどね飛行機がカンヌ国際空港に 着くときに、ね、いや、かんねえな、ニースやったかな、まあ、企画なんです。<ー>飛行機が思いっきり。